はい。皆さん、こんにちは。AI 初心者教習所のメガネ教官です。今日は約半年前にブリューの徹底解説というのを YouTube にアップロードしまして、今日現在3万1000閲覧ぐらいの皆さんからの視聴をいただいて、とっても人気の動画になっています。今、画面の真ん中あたりに出ているこのサムネイル、 どこかで見たことがあるんではないでしょうか。本当にありがとうございます。今日は約半年ぐらいも経ちました。4月に出したものですから、今は11月に入ったところです。ですので、この半年でとっても良くなった機能、そういうのを解説しますが、まず全体の概要から説明したいと思います。 この半年で一番目玉のようにアップデートされた機能。それはボイスボックスの音声が入ったということではないでしょうか。24種類のボイスボックスの音声が実装されました。それ以外にも左の下に書いてある英語39種類、スペイン語などなど、どん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 追加されています。今日現代の最新バージョン1.9の お話ですこのようにとっても多くのボイスが使えるようになったので動画の表現力がすごく上がってきたそんな風に言えると思いますその他の追加機能としましてはテンプレートの機能が充実しました自分の好きなパターン今画面の右の方にはいくつかのデザインをしたパターンが載っていますように自分のスタイルというのを いくつか作っておいてそのテンプレートを使って動画を作るというような新しい機能もこの半年の間に実装されました次はリミックス機能ですこれもごく最近に追加された機能でして自分が今作っている動画というのが例えば20分の動画だったとしますその動画を尺を変えたりするときに いちいち編集をしていくんではなくって,てまとめてくれて、くれ適当な長さの新しい動画を作成わゆる「ようやく動画」や「ハイライト動画」を作成できるようになりましたのでショートの動画これらなんかがすぐに作れるような機能が充実しましたいいことばかりではありません。このの半年の間に、 有料化というのが本格的になったわけです僕のおすすめというのは8600円の年間費用のライトバージョンというものですこのライトバージョンというのはフリーの機能に追加しまして音声が120分から1200分いわゆる10倍多く作れるようになりました AI 音声も10倍の10万字 そして、まあ、翻訳なども10倍。画像生成も1000枚作れるというのがライトバージョンです。やはり画像生成が100枚というのでは少し寂しい気がします。1000枚も作れれば使い勝手がいいのではないでしょうか。そして赤の印で付けたいわゆる有料バージョンは ブリューのウォーターマークを削除することができるようになっています。まあ、ウォーターマークは僕はあっても絶対ダメだというわけではないような気がします。ここにはフリーバージョンでの制限を大きく書きました。出力するのには無制限にできましたり、基本的なことはできるんですけれども、先ほども言いましたように、音声分析が120分であったりとか、 ということになると月に使える動画というのは数本ぐらいになるんではないでしょうかそれ以内しか動画を作らないという人はいいと思うんですけれども月額716円このライトバージョンというのが僕はおすすめだと思いますでもブリューで全てのことができるわけではありません今日現代でチャット GPT がオールツールスというような モードができてきまして、今まではチャット GPT の機能も色々分かれていたりして、統合的に AI を使うことができませんでしたが、今月ぐらいあたりからどんどんオールツールスという機能が皆さんに実装されて、本当に便利で、そして画像生成 AI などもとっても能力の高いものになってきています。 チャット GPT とブリューを組み合わせるととっても便利に動画が作れます。うーん、716円か。本当にそんなの何か便利に使っていけるかな。そんな思いはあると思うんですけれども、皆さん、今までのワープロ時代、そしてスマホ時代、ネット時代、その都度その都度にそういうことを感じませんでしたでしょうか 僕はガラケーでいいやとかいうようなことを言っていた時期があります。単にアップデートという意味だけじゃなくてカメラにおいてもデジカメというのが出てきてその時はいや銀塩写真の方がいいんだよとか言ってきましたが今もう世界中のマスコミなんかもスマホでネットワークを組んでニュース番組なんかを作っている国も たた。くさん出てきました日本でも今までテレビ局といえば型に乗せきれないほどの大きなテレビカメラを抱えて撮影をしていたのを覚えていると思いますが今はどうでしょう GoPro で十分に撮影をしているというふうに思いませんかそんなふうにいやーまだまだ動画でなんてビジネスができないでしょ そんな風なことは先入観でしかありません。もちろん皆さんもご存知のようにユーチューバーで月100万円というような収入を得ている人もたくさんいます。簡単だとは言いません。皆さんとっても努力をしてやっているわけですけれども、これからの時代やるかやらないか、これがとっても重要になります。そして、 簡単にできることもいっぱいあるんだろうけれども皆さんは初めにパッと見た先入観で僕には無理だ私にはできないそんなふうに思っていませんか YouTube とかで毎日毎日僕は他人の動画を10本以上は見ていますそうするとおお、こんな簡単にもしかしたら収入が増えるかもわからないそんなような アアイデアが満載していますので、僕も最近からサブチャンネルというのを作って AI とかパソコンとか副業とかそういうことをテーマに皆さんと情報共有するような YouTube チャンネルを作りましたこれから変わっていくと思うんですね。僕の主力は今まで音楽でしたけれども単に音楽だけやっていればいいというのではなくて 音楽ももちろん AI と絡んできますし今後は新しい音楽というのを考えていかないといけません僕はチャット GPT で世界で初めて音楽を奏でるというソフトも開発していますプログラムのことを少し忘れていた僕でもチャット GPT を使えばプログラムが開発できるようになったこの事実がここにあります皆さんも ぜひうまく AI を活用してこれからの人生の一つのアイテムと考えていくことをお勧めしたいと思います。話が長くなりましたけれども最新機能を皆さんにお知らせしていきたいと思っています。はい。これが今日現代最新バージョンのブリュー1.9.0です。この中にもたくさんの機能はあるんですけれども 皆さんにおすすめする機能は前回と同様一択です。一択というのはファイルメニューの中にある新規作成。これを押した時にやりますテキストから動画を作成。これが多分今ブリューを使っている人の中でも一番使い勝手のある機能だと思います。単に字幕を作るソフトから始まったブリューですけれども もうこのテキストから動画作成ができるようになって、動画制作者の概念が大きく変わったと言っても過言ではありません。これを使って今日もお話をしていきます。テキストから動画作成を押します。そうすると、今画面にある作成途中の動画はどうしますかということを聞いてきますので、保存をしないというふうにします。 もし今編集しているのが重要だったり変更している場合がありましたらこの保存で保存してください僕は今回保存しないを選択します前から変わったことという中にまず YouTube の16対9というのを作るか縦型ショートを作るかなどいろんな方法を選ぶんですけれどもこの方法がとってもわかりやすくなりました 今回は YouTube 動画にします。そして次へ。はい。ここでスタイルというのを決めることができます。マイスタイルの話は次回のお話としまして、今回はどんな動画を作りたいかというようなことをお話ししていきたいと思います。ここに7つのスタイルが登録されています。製品のプロモーションのようなビデオを作りたいのか、 子供向けの動画を作りたいのか、情報提供の動画を作りたいのかとかいうようなことが選択できて、それを選択するととってもうまくあったような動画が作れるようになりました。今回は子供向け動画スタイルというのを選びましょう。そして次へというのを押します。ここでシナリオとナレーションというのも自動で作れるようになっています。 これは前回の時とも同じです。動画のテーマをどのようにするかということを入れたいと思います。ここでは子供向けの絵本という風うに書きました。このテーマ自身がなかなか思いつかないということであれば、ここに AI がテーマも考えてくれる。なんと手抜きができるんでしょう。そういうことで、 この二つの中にないとなれば更新というのを押すこともできます。人参が電車になったおしゃべりな狼の仲間たち。こんなのが出てきましたので、この人参が電車になった日というのを選んでみたいと思います。これで AI を作文してみましょう。皆さんはやりたいシナリオもしくはナレーションがあれば、この台本のところにコピーペーストをすればいいことになります。 そののの台本の作り方というのはですね、ここで AI で作文するんですけれども ChatGPT を上手に使っている方ならこのテーマをコピーして ChatGPT に聞いてみるというのも一つです。はい「人参が電車になった日」というような絵本を作りたいのでナレーションを考えてこんなふうに チャット GPT に聞いてみることができます。はい、このようにナレーションをページ6まで作ってくれました。でも、ページ6はどんな絵だったの というようよなことままで書いていてすこれをそのまま使うのか使わないのかということがありますが例えば「ナレーションだけにしてほしかったらこんな風に書くこともできます」とってもいいですが「ナレーションだけにしてください」このように入れます「ちょっと3行ぐらいを読んでみますある日小さな町に大きな驚きが起こった」「普通の人参がなんと電車に変わってしまったのだ」 町の人たちは驚きの声を上げながら人参電車を見つめた。その色は鮮やかなオレンジで窓には人参の葉っぱがひらひらと揺れていた。人参電車は町の中心にある駅に停車。乗車口からは甘い香りが広がっていた。まあ、こんな風にですね、とってもうまく作ってくれますが、ちょっとこれは置いておいて、これではなくブリューに作ってもらったらどうなるか、それをやってみたいと思います。 AI で作文のボタンを押しますおはようみんな今日はにんじんが電車になった話を聞いてくれるかなある日人参の友達が遊んでいると突然ピカピカ光るものがやってきたんだみんなびっくりして近くに行ってみるとそこにはなんと人参の電車が人参の電車はカラフルな色で輝いてゆらゆら揺れながら走っていたんだこれもいいですよねこの頃の AI 素晴らしいですよね こんなものを考えようとすると皆さんなかなかアイデアが浮かばないものですよね今回はチャット GPT でもこんな風にできるそれを見ていただきましたがブリューが教えてくれた通りでやってみましょうもしこの長さで足らないなと思えば続きを書くというのを押すこともできます前回の僕の解説動画から変わったところが このスタイルプレビューというものです。まず AI 音声はどうしますかということで、早く普通もちこさんというふうになっていますが、これをちょっと変更します。せっかくボイスボックスの音声がありますので、これを使ってみましょう。例えば女性をクリックすると、このようにズンダモンが出てきます。このズンダモンを使ってみましょう。 ずんだもんの声というのを初めて聞かれる方もいると思いますが、こんな声です。簡単で便利な動画編集、ウルーと一緒ならできます。これで動画を作ってみましょう。確認を押します。そして画像ビデオというのがありますが、これを押してみましょう。そうすると、このようにグラフィックのタッチがどんな風なのが好きなのかということが出てきますので、 これらを選択しまして、そして今回は絵本ですので、このビデオを含むというのをチェックを外します。そして鉛筆画とか油絵とかそういうのがありますが、今回はどうでしょう。絵本ですので、クラフト粘土というようなタッチで書いてもらいましょう。そして BGM に対してどうするかというのがあります。 BGM は後からでも変更できるので、ここはこのままにしておきます。そして完了を押します。作成した台本で動画を作りますかと出ますので完了を押してください。しばらく待ちます。そんなに時間はかかりません。 今回はノーカットで見せています。これが作れる時間です。ちょっとごめんなさい。僕がズンダモンを選んだつもりでしたが、もちこさんになったままだったようです。まあ、ここはお許しください。ボイスボックス、もちこさん。これを使うときはクレジット記載すれば無料で使って発表することができるという確認の画面が出てきます。こんな短い時間で動画ができるわけです。 ここからの編集の方法というのをお話しします。第一に BGM を作りましたので、BGM の音量というのを調整することをお勧めします。このように一番上のクリップにこのような音符マークがありますので、そこをクリックすると音量の調整というのができるようになっています。ここで今は初期値として30という数字になっていますが、 僕の経験上15から20ぐらいの範囲にする方が BGM としてはちょうどいいということがわかっています。これぐらいでやってみましょう。次は字幕をどのようにするかということです。字幕が今のようにおはよう、みんな今日は人参電車がのデートんのところで開業されています。こういうのが見にくいな。 と思われる方はこのクリップの下側のところで側の後ろにカーソルを置きまして Enter キーを押しますとちょうどいいところでこのように開業することができますそしてこの字幕の書体とかをいろいろ変えるのは全体を変えたい時はどのクリップにもチェックを入れないで書式というのを選びますそうすると 基本字幕ということになっていることを確認してください。クリップを選択していると、これがクリップ1とかいう風になりますので、これを外すと基本書式になります。ここで文字のサイズですね。今150ですが、125にしておきましょう。そして輪郭が今青ですけれども、赤にしてみます。ちょっと赤、見にくいですね。紫。はい。こんな風に 文字の書体などを変更することができます。位置などもここで変更できますので、いろいろ試してみてください。字幕の開業位置などを修正する方法は先ほど言いました。例えば、今度は3つ目のクリップに行きます。ある日、人参の友達たちが遊んでいると、突然ピカピカ光るものがやってきたんだというような時、これ、 そんなに長すぎないで2行に収まるのでこれでもいいんですけれどもこれを2つのクリップに分けたいというような時があるとしますそしたら突然の前このクリップの上側の文字のところでこのようにカーソルを点滅させまして Enter キーを押すとクリップが2つに分割されますこのように分割をすると 上にも下にも絵が入るようになります。その確認というのは右側のここを選択すると2つ分のクリップ分この青いバーがあります。仮にこれを1つ分にすると下のクリップは真っ黒になってしまいます。このようにして適用範囲というのを決めることができます。またこれはなくしておいてここに 絵を入れることができます。突然ピカピカ光るものがやってきたんだという時にこのクリップを選択しておいて挿入というメニューを押しますここで AI 画像というのを選択すると AI の画像がまた作られます上に突然ピカピカ光るものがやってきたんだというふうになります設定の確認をします 設定はクラフト粘土になっていますからタッチはそのままでいいと思いますそして「結果を見る」を押しますピカピカ光るものということにしましたのでこんなような絵が出てきました右の方でも見てみましょうこんな花火の絵なんかになってしまいましたねですから もう一度ピカピカ光る。これで作り直しをしてみます。こんな感じになりましたが、ちょっとこれも面白くないので、突然を抜いてピカピカ光るだけにします。はい。これの方がいいですね。この場合、ここでクリックをします。このように挿入することができました。画面いっぱいにするのは、この 顔のマークの大きいマークの方です。このようにして埋めることができました。このようにしてクリップを分割したり結合したりすることもできます。結合するときは結合したいクリップを複数個選んでおいてクリップ結合。このようにすることができます。今度はナレーションが間違っていたとき、そんなときはどうするんでしょうか 例えば、ここは人参の電車はというようになっています。カラフルな色で輝いて、ゆらゆら揺れながら走っていたんだ。これをですね、変更したいと思います。そんな時は、音声修正というのを選択します。ここで、人参の電車は、これを消して、ゆらゆら揺れながら走っていたんだ。こんな風にだけしたいと思います。 ここで確認を押します。はい。ここで文章は変わりましたが、字幕自身は変わっていませんので、ここで字幕も修正をします。開業が悪いですので、ゆらゆらで開業しましょう。このようにできましたね。このクリップだけ再生したいときは、ファンクションキーの4番を押せば、このクリップだけ再生します。 人参の電車は、ゆらゆら揺れながら走っていたんだ。はい。このようになりますし、ファンクションキーの5番で再生すると、ずっと続いて再生確認ができます。人参の電車は、ゆらゆら揺れながら走っていたんだ。僕は人参電車。元気いっぱいの人参たちを運んで回るんだよ。と言って、人参電車は笑い始めた。周りの人参たちは、こんな風になります。先ほどの復習ですけど、 このようにとっても文章が長い場合と言ってで終わってですね、開業をしたいような時は、この言っての後でこのように開業をすると2つのクリップに分かれるということになります。これで結合、分割、ナレーションの声を変える、そして字幕の文字を変える、 そのようなことを勉強しましたここで一旦再生をしてみましょうおはようみんな今日はにんじんが電車になった話を聞いてくれるかなとうとある日にんじんの友達たちが遊んでいると突然キカキカ光るものがやってきたんだみんなびっくりして近くに行ってみるとそこにはなんと人参の電車がシュがん人参の電車はゆらゆら揺れながら走っていたんだ僕は人参電車 元気いっぱいの人参たちを運んで回るんだよ。と言って、人参電車は笑い始めた。周りの人参たちは大喜びで、一緒にお散歩に出かけることにしたんだ。結末、人参たちは楽しく公園まで走っていき、たくさんの遊びをして笑い転げたよ。でも、夕方になると、人参電車はさようならみんな、また明日ね。と言って、光りながら消えていったんだ。最後まで見てくれてありがとう。人参が電車になるなんて不思議な話だったね。でも、 大切なことは友達と一緒に楽しく遊ぶことそれが一番だよそれじゃあみんなも仲良く遊んで元気に過ごそうねまたねはいこのような動画ができたわけですけれども例えばエンドロールを作りたいというような時があります今一番最後はナンバー15のクリップなんですけれどもこの下にクリップを追加したいというような時は挿入メニューから空きクリップ というのを選ぶと、このように5秒の空きクリップができます。そして、ここに何がしかの絵を入れたいと思います。例えば、この絵というのは、他のところから持ってくることもできるわけです。今度は、不生性 AI なんかを使ってやってみましょう。New チャットにします。僕がやっているのは、チャット GPT のプラスの方ですので、 全員の方ができるというわけではございませんどんな生成 AI でもいいですしもちろんブリューでやってもいいわけですが今回は連携とかこれから先のブリューを取り巻く環境という意味でチャット GPT もお話をしますチャット GPT じゃなくてもビングクリエイターというのを使ってでもちゃんと画像生成はできますし AdobeFirefly こういうのも使えます 日本語だけで画像を作れるツールもどんどん出てきていますので皆さんは自分の好きなものを作ればいいです例えばこの GPT-4 でダリスリーを選んでおきますそしてここのところに人参電車をイメージしたかわいいイラスト描いてというふうに書きましたしばしお待ちくださいはいなかなかいい感じですね これを使いたいと思うんですが、四角い絵でできていますので、はい。2の画像を16対9にして、このように書きます。はい。まあ、こんな風にできました。全く同じものじゃないですけれども、いいですので、このファイルをダウンロードしたいと思います。この左の角にダウンロードボタンがありますので、ここでダウンロードをします。 ダウンロードフォルダーを選択しまして保存をします。このファイルはダウンロードフォルダーに保存されていますので、このままこのクリップにドラッグをします。そうするとここに入ってきました。このドラッグする位置ですけれども、これ一回削除しますね。右クリックで削除。削除しましたが、ここでですね、この画面のところにドラッグしようと思ったら、 新しいプロジェクトという風になってしまいます。ですからドラッグするのはこの右側のクリップのところ、ここにドラッグをしてください。するとこのクリップに絵が入るようになります。最大にします。こんな風に作ることができました。字幕でエンドと。はい。ちょっと大きくしたいというような時はこのエンドのところで大きさを 変えることもできます大きくしますそして1なんかも変えることができます今緑の中心線が出ていますがこのように中心とかというのをうまく配置することができるようになっていますそして例えばこのクリップありますねこのクリップは今のところエフェクトがかかっていません このエフェクトを作るのには、この効果というので、動かすとか、こういうふうに動く、押し出す、こういうのが選択できるようになっています。もちろんここでこれを選ね。このように、ここにある登場とか協調とか、こういうのを選択することによって、 大体のものはできるんですがオリジナルにしたい場合がありますどうするんでしょうかここのところに拡大というところを押すとカスタム効果というのがありますこれは今までのカスタム効果と一緒です始まりはこうやって全体が見えるようにしておいてそして終わりがこれがアップになれば近づいてくるような絵になるはずです ちょっとやってみましょう。最後まで見てくれてありがとう。人参は電車になるなんて不思議な話だったね。こんな風に自由に位置などを拡大縮小したり、移動させたりすることもできるようになっています。さあ、それでは冒頭でリミックス機能というのをお話ししましたよね。ちょっとこれに対して解説をしていきたいと思います。今動画の長さは、 1>, 1分5秒です。まあ、1分ぐらいでいいんですけれども、これをちょっと短くしたいというようなことが起こったときは、どうすればいいかということです。ファイルのメニューに動画リミックスというのがありますので、これを選択します。動画のリミックスを要約でするのか、ハイライト動画を作るのかというようなことができますので、 ようやく動画を作成というふうにします。今度は先ほどと違って声をずんだもんに変えましょうそうしましてこれで確認というふうにしますこのシーンというのはようやくシーンというふうになっていますいわゆる動画にようやくシーンがついたわけですけれどもこのようやくシーンは動画の先に来た方がいいとかまとめとして 後に来た方がいろいろあると思いますがようやくシーンというのをこのように順番を変更すす。ることもできます先にようやくシーンが出てくるような動画編成にすることもできるわけですちょっと聞いてみましょうある日ニンジンの友達たちが遊んでいると突然人参の電車が現れる。人参の電車は楽しく走り、 人参たちは一緒にお散歩して楽しい時間を過ごす。夕方になり、人参の電車は光りながら消えていき、みんなは友達と楽しく遊ぶことが大切だと気づくおはよう。みんな。今日はにんじんが電車になった話を聞いてくれるかな。冒頭ある日、人参がこのようにようやく動画というのが簡単に作れるようになりました。最近の youtube で先頭に何かしら？ 要約がパッと入ってですね、それらの後に本題があるという動画、こういうのがとっても多くなっていますよね。大体の要約を見せてからやれば、滞在時間が長くなってくれるという傾向があるようです。ですから、この要約動画をうまく作ることによって、新しい手法で動画を作成する、そういうことができるようになるわけです。 いかかがでしたでししたょうかこのリミックス機能も上手に使いましょうそうしまして出来上がった動画というのはファイルメニューの中から動画をエクスポートこのようにすると動画を書き出すことができます設定を変えるところはほぼないわけですけれどもフル HD の動画を全体のクリップでハードウェア加速は使って動画を書き出しますエクスポートボタンを押します ここからはショートカットしながら皆さんにお見せしたいと思います。はい。このようにして保存先を決めたいと思います。僕はこのブリュー1.90というところにテストとこんな名前で保存をします。動画をエキスポートしていますと右上の方に出ています。残り時間などもわかるようになっていますが、今は増えていっていますが、 約2分までぐらいで書き出すことができるのではないでしょうかはい動画の書き出しが終了しましたフォルダを開くというのを押すと書き出したフォルダを見ることができますこのように書き出せましたテスト1エクスポーティット MP4 というファイルになっていますじゃあ一緒に見てみましょうある日ニンジンの友達たちが遊んでいると 突然、人参の電車が現れる。人参の電車は楽しく走り、人参たちは一緒にお散歩して楽しい時間を過ごす。夕方になり、人参の電車は光りながら消えていき、みんなは友達と楽しく遊ぶことが大切だと気づく。おはよう。みんな、今日は、人参が電車になった話を聞いてくれるかな冒頭、ある日。 人参の友達たちが遊んでいると突然キピカピカ光るものがやってきたんだみんなびっくりして近くに行ってみるとそこにはなんと人参の電車が「シュガー」にんの電車はゆらゆら揺れながら走っていたんだ僕は人参電車、でんいっぱいのニンジンたちを運んで回るんだよと言って人参電車は笑い始めた周りのニンジンたちは大喜びで一緒にお散歩に出かけることにしたんだ結末ニンジたちは楽しく公園まで走っていき たくさんの遊びをして笑い転げたよでも夕方になると人参電車はさようならみんなまた明日ねと言って光りながら消えていったんだ最後まで見てくれてありがとうにんじんはになるなんて不思議な話だったねでも大切なことは友達と一緒に楽しく遊ぶことそれが一番だよそれじゃあみんなも仲良く遊んで元気に過ごそうねまたね はい。こんな感じにできたわけです。皆さんも今お気づきだったと思いますが、冒頭とかいうような言葉があったりして、修正した方がいいということが多分分かったと思います。シーンを出したり消したりするのは、このタブのようなものを押すと、このように表示が変わったりします。シーンがある場合はこれが効きます。今のシーンを見てみると、 ここに中盤とかいうようなクリップがあります。こういうのはいらないですから削除することをお勧めします。先頭には冒頭というのもありました。こういうのもいらないでしょう。今、先頭の方にはブリューマークがついている場所があります。それはようやくシーンの先頭の方だと思います。このようにブリューのマークがついていますが、ここをクリックして削除マーク。 これを押すと有料版の人は削除できますしまた申請を出せばこの削除というのができるようになる人もいます僕も今その状態ですここで削除を押しますするとブリューのウォーターマークを消すことができますあとブリューにはいろんな他のソフトとの連携というのができるようにもなっています例えば 僕が今おすすめする機能の中で他の形式でエキスポートというのがあります。その中の画像ファイルというのを Ping 形式でエキスポートすると、ここで使われた画像が全部出るようになっています。ですから大量の画像ができるようになるわけです。ちょっと試しにやってみましょう。 これをうまく使えば生成 AI でできた画像をいろんなグッズにしてすずりなんていうようなグッズ販売サイトで副業をしたりということができるようなおすすめ動画も作っていますのでまたそちらの方も気になる方は見てください概要欄に貼っておきますじゃあここでエキスポートをしますどこにしますかということで先ほどのフォルダーの中に 新しく写真なんていうような名前のフォルダーを作ってその中に保存をします。はい。エキスポートが終わるとこのような画面が出ますのでフォルダーを開くという風にします。写真というフォルダーがありますね。ここをクリックします。するとこのように写真が出来上がっています。もう少し大きくして見やすくしてみましょう。特大アイコンにします。 このように写真が書き出せました。今これは字幕も入っていますので字幕があっては見づらいですよね。こういう時はどうすればいいんでしょうか。これは字幕というところを選んで字幕表示というのをこのように外すと字幕が出なくなります。この状態で今回は全体じゃなくてシーンを選んで出力をしたいと思います。 選択したところだけを書き出しをします。ファイルから他の形式で書き出し、画像ファイル、そして現代シーンの選択したクリップ4個ということでエキスポートをします。ここだけわかりやすく新しいホルダーを作っておきましょう。この中に入れたいと思います。このようにすると字幕がなくなりましたね。こうして画像を作れば、 他の生成 AI、例えばチャット g p t の場合はこのように今現代は最大で2つの画像しか一気には作れませんでもこれをブリューで作れば無限大な個数の写真というのを作ることができるようになっていますもちろんクオリティという面ではチャット g p t ダーリー3の方が優秀かも分かりませんけれども例えば 動物の絵というようなものをどんどん作れば一気に100個の動画を作るということも無料プランででもできるわけです。それはとっても便利なことですよね。そういう場合はここで「ニューチャット」というふうにしてここで「犬の種類をリストして20個」というふうに書きます。こういうのを書くときは「d a ス i 3ではなくってこれをデフォルトにしたり GPT 3.5でも大丈夫です。こうしておいて、プロンプトを投げかけると、こうやって犬の種類が20種類できました。これをコピーして、ブリューに貼り付けると、今回は絵だけが欲しいだけですので、正方形を選びます。そして、スタイルは今回はなしにしておきまして、そして、テーマは今回動画作るんじゃないので、ああああと打っておいて、 今のリストをここに貼り付けます。こうやって AI 音声はなしで、BGM もなし、画像ビデオの方はビデオは含まない。タッチはアニメ風。こんな風にしますと、こんな犬のイラストが一気に20枚出来上がったわけです。この字幕というのを先ほどと同じように外しまして、 もしくはあった方がいいときはつけておけばいいわけですけれどもこのようにして自分が気に入った写真例えばこれとはいこうやって選んでおいてそしてファイルから他の形式で画像ファイルを書き出しますまた新たなホルダーに書き出しましょうこのように犬の絵が大量に作れるわけですブログで使う SNS で使ういろんな方法はありますが これだけではなくて冒頭にも申し上げましたようにスズリというようなグッズ販売サイトというもので自分の作った絵で T シャツを作ったりマグカップを作ったりそういうことができるわけです僕の方でもそんな風に T シャツ作りというようなサイトも上げていますはい僕のマイショップではこのような 金着袋。このような帽子、スマホケース。こういうものを作って販売させていただいています。皆さんも、このブリュー、そしてチャット GPT、この辺をうまく使って、そしてできれば課金にもチャレンジして、どうせダメだというような頭は捨ててですね、新しい挑戦をしていただいたら、 いいんではないかな。そんな風に思って今日はブリューの最新版の解説というのにスポットを当ててお話をさせていただきました。AI 初心者教習所メガネ教官でした。まったね。